Hey, おはようございます。今日も素敵な朝がスタートしました。ぜひ今日の一日、二度とやってこない一日です。この日は主が作られた日、故に私たちはこの日を喜び、楽しもうとありますから、ぜひエンジョイ、エンリジョイス、喜ぶ、楽しむ。 そういうい一日でありますようにあなたに送る今日のバイブルからの言葉このような言葉ですあなた方の間で偉くなりたいと思うものは使えるものでありなさいと魂のロッカジーザスは「私は使えるために来たのです」「使えられるために来たのではない」とおっしゃいました また私は私の命を与えるために来たのですともか語りましたゆえにしもべに先に立ちたいと思うものはしもべになりなさいともおっしゃいました仕事とは使えることと書きますけど、えー、まさにその漢字の中にも英語で言うと servant 使えるもの神はあなたの罪を許すために人となってこの地上に使えるものの姿をとってきてくださいましたそしてあの究極あの十字架の上で私たちの罪を贖うために自らの命を捧げ与え死なれ葬られよみがえってくださいましたあなたが罪の奴隷から解放されるために 永遠の滅びではなく永遠の命が与えられるために、ジーザスは仕えてくださり、今は精霊を通して神があなたに仕えてくださっています。私たちもそのスピリットをいただきながら、この和解の福音を述べ伝えるために仕えていくものになりましょう。Have a good day!